ブラック家の祭壇画は、初期フランドル派のガカロヒール・ファンデルウェイデンが1452年、頃に描いた三連祭壇画。大く板に、油彩で描かれた板絵で、現在は、パリのルーブル美術館が所蔵している。左翼パネルに描かれているのは、洗礼者、ヨハネ、中央パネルに描かれているのは、聖母、マリア、イエス・キリスト、福音記者、ヨハネ、右翼パネルに描かれているのは、 マグダラのマリアである。この作品の依頼主は、トゥルネーのジャン・ブラック、あるいは1452年に若くして救世した、ジャンを忍んだ妻カテリなどブラバンではないかと考えられている。また、ブラック家の祭壇画は、ファンデル・エイデンが、個人の依頼で手がけた三連祭壇画の中で、唯一現存している作品である。両翼を閉じた状態。外面に描かれている。 頭蓋骨は、メメント森と、この祭壇画の完成時に、すでに死去していた依頼主への哀悼の意が込められて、いるとされる。ブラック家の祭壇画の左翼パネル外面には、レンガあるいは石の破片に持たれるように気褐色の頭蓋骨が描かれており、その右上の縦に描かれている麦束は、ブラック家の紋章である。右翼パネル外面には、十字架の中に、ラテン文字で、 白書からの引用が書かれている。さらに左翼パネルの上下端には、自分たちがいかに虚栄に満ちた存在であるかを忘れるな、かつて美しかった私の体も今では虫どもの餌になっているという死への傾向が書かれている。これらのことから描かれている、頭蓋骨は旧約聖書のアダムの引入であり、ひいてはこの作品を見る者の,の将来を表現していると考えることができる。 また、偶意的生物画の分野バニタスで、最初に、頭蓋骨を用いた作品の一つであるとされている。頭蓋骨の他に、レンガの破片にも何らかの意味があると考える、研究者も存在する。頭蓋骨がアダムを意味しているのであれば、この破片はキリストが、卓形に処せられた、ゴルゴダの丘の象徴ではないかという説などである。しかしながら、 ファンデル・ウェイデンあるいはライグ氏が何を意図していたにせよ。フランスの王族バロア家の顧問、金融機関として、確固たる地位を築いていたブラックや事態には、象徴的な意味においてあまりに使わしい内容ではないと思われる。左翼パネルの福音記者、ヨハネの背後に描かれた風景が右下に洗礼を受けるキリストが描かれている。左翼パネルには、洗礼者、 ヨハネの上半身が描かれ、さらにその背景には洗礼を受けるキリストが描かれている。ヨハネの口元から流れ出すように描かれているのは、ヨハネによる福音書の身よ世の罪を取り除く神の子羊である。右翼パネルに詳細に表現された豪奢な衣装を身にまとって描かれているのは、マグダラのマリアで女性を描いたファンダルウェイデンの作品の中でも、 傑作とみなされている。マグダラのマリアの髪型に書かれている文言は、ヨハネによる、福音書の、その時、マリアは高価で純粋なナルドのこういう一金を持ってきて、イエスの足に塗りである。中央パネルの横幅は68センチメートルで、両翼パネルのほぼ2倍の大きさである。中央に描かれた、キリストの外貌は、ボーヌのホテルデューが所蔵するファンデルウェイデンの祭壇が、 最後の審判の中央パネルに描かれたキリストに告示している。どのパネルにも人物の口元あるいは髪型にラテン文字が記され、あたかも吹き出しや解説文であるかのような印象を与えている。これらの文字は左翼パネル外面の十字架と関連している。左翼パネルの福音記者、ヨハネの口元から波打って流れるラテン文字は画面右上を通って 中央パネルの聖母、マリアの口元から波打つ、ラテン文字へと合流する。右翼パネルのマグダラのマリアのラテン文字は、波打つ他のラテン文字とは、対照的に水平に書かれている。さらに、描かれているすべての人物の手や仕草が強い、対称性を持っていることと、背景に描かれている風景が3枚のパネルに、統一感を生み出し、これらのラテン文字と、 相まって三連祭壇画全体に物語性を与えているのである。ブラック家の祭壇画が最初に記録に現れるのは1497年のカテリナ・ド・ブラバンの遺書だが、これには作者の名前は記されていない。1586年までカテリナの遺産相続人の目録にこの祭壇画の記録がある。その後イングランドの司祭が購入し、さらに イングランド人画家リチャード・エヴァンスの所有となった。ルーブル美術館がブラック家の祭壇画を購入したのは1924年で当時の所有者であったシオドーラゲスト夫人が死去する以前のことである。以来、制作当時のままの多くの枠に収められた状態でルーブル美術館の所有となっている。ありがとうございます。